案内いたします。この列車は15時10分3時10分発の SL 宇都宮号高崎行きです。発車まで5分お待ちください。この列車は全車両指定席です。乗車券の他に指定席券が必要となります。ご了承ください。この列車は電車指定席です。乗車券の他に指定席券が必要となりますのでご了承ください。号車番号は SL 側の新着車先頭車が1号車レール側の一番後ろの車が5号車です。切符に表示されております号車番号と座席番号をお確かめください。ご案内いたします。この列車は15時10分発の SL 宇都宮号の高崎行きでございます。全車両指定です。ご了承ください。発車まであと4分ほどお待ちください。停車駅は2号線安中終点の高崎です。安中の到着は3時46分終点高崎は4時13分16時13分に到着です。鉄道
症の全国化に伴い、日本各地で増便の列が廃車、改善される中、東北の C62 から20号機は、昭和49年より群馬県、伊勢崎市の下道志公園遊園地で保存、設置されることになりました。それから36年の年が経ち、JR 東日本では、非常な環境遺産である、蒸気機関車を後世に伝えるため、平成22年から運転工事に取り掛かり、平成23年3月31日に設置完了しました。どうぞ力強く請求 C61 の迫力をお楽しみください。停止駅と到着情報をご案内いたします。次の磯部には15時30分3時30分の到着です。あったかには15時46分3時46分終点の高崎は16時13分終点高崎は4時13分に到着です。お手洗いは各帽子にございます。お客様にお願いいたします。窓から顔や手を出しますと大変危険です。また窓枠にジュースなどを置かれますと列車の揺れなどで倒れる場合もありますので十分お気をつけください。それでは SL 富士号の旅をお楽しみください。本日は SL 水号にご乗車いただきましてありがとうございます。車内販売よりご案内申し上げます。ただいまワゴンサービスではソフトドリンク、アルコール類、アイスクリームなどをもちまして皆様のお席までお伺いいたします。席か電子マネー、クレジットなどでもお支払いいただけますのでどうぞご利用くださいませ。なお、会社車内販売では全部の関係のホットコーヒーの販売は行っておりませんので、何発目ご利用Let's go.
ご案内いたします。これより子供車掌に乗ります車掌体験、放送体験のイベントを行います。これより子供車掌に乗ります車内放送の体験イベントを行います。Thank you.
します。指定券を提出してください。はい、お願いします。
安坂では、しばらく停車をいたします。発
発車時刻は15時54分、3時54分です。発車時刻には十分お気をつけください。ドアは手前に開きますのでご注意ください。日本マラソン発祥の地、安中です。次は終点高崎駅。
上越線、
渋川沼田方面日向行きは5番線から16時32分吾妻線中野城長野原福福方面松田笹川口行きは2番線から17時10分5時10分八甲線群馬線方面駒川行きは3番線から17時7分です上司です鉄線はお乗り換えです皆様 SL 宇都号の旅はお楽しみいただけましたでしょうか再び皆様にお会いできることを乗務員スタッフ一同楽しみにお待ちしておりますご案内いたしました車掌は高崎市の小林の大塚でした今日は SL 宇都号にご乗車くださいましてありがとうございましたこの先もどうぞお気をつけてお帰りください